ダンカフは、江戸時代の系譜修正。三十巻。著者は、田端右衛門吉正。大名、旗本、簡易の絶景となった八百八十の家を、色は順に掲載する。文化六年成立で、慶長年間から文化年間までの間に断絶した家が対象である。ただし旗本の家はすべて収録されるわけではなく、おまみ以上が、原則記載。 それ以下のご家人では、菊の間で集合したものを収録している。また、次男以下で分家して一代で絶景となった場合は、省略されている。絶景ではないが、海役などで減報されながら、子孫存続となった家も載せている。大名、旗本別で分類され、それぞれの家の経図を示すほか、普伝を記載している。武家の廃絶の様子を示す資料であり、また、 完成重修諸家府など断絶した絵を描くような、系府資料を補う役割もある。特に断絶家のみだが、完成重修諸家府が記載しない完成10年以降から文化年間までの系府が収録されており、貴重な経図資料となっている。武家の廃絶の様子を示す、類人の資料に廃絶録、徳川除風録がある。ただし、廃絶大名の年次別単独記載であり、 ダンカフとは、記述方法が異なる。昭和43年以降、俗軍書類中関西会から佐伯和馬、岩沢義彦皇帝の全3冊で刊行された。ありがとうございます。